見せるドリフトじゃない、早く走るためのドリフト。その86、今取り組んでる論文に役立ちそうだな。俺はただアキナの下りで RX7 に勝ってこいって親父に言われて。峠では圧倒的に下りが難しい。上りはミスしてもごまかしが効くが、下りのミスは即事故につながる。下りを制する者、ダウンヒルスペシャリストこそが最速の走り。パワーの劣る車にコーナーで追い込まれるなんて、走り屋には最大の屈辱だ。クソったれ。走らせることが好きなら、それだけで十分走り屋なんだ。走り屋なら自分が身につけた技術にプライドを持て。ドリフトなんてギャラリーを沸かすだけのパフォーマンス。速さをとことん追求しないで何が走り屋だよ。これって挑戦の申し込みじゃねえか。 FR でドリフト決める時代は終わったんだよ。アキナ86、この俺が引導を渡してやら。ごめんな、いつき遅くなって。走り屋は車で挑戦されたら受けて立たなきゃいけないんだろ。たくみ頑張れ。本当のスタートはコーナーに入ってからだぜ。感動的だぜ。こうして近くで見ていると改めてあのドリフトは芸術だと思うよ。リアサイドの R のバッジは不敗神話の R だ。俺の R についてこれるか。86、86が追いついてる。バカだ、ありえねえ。走ることがそんなに好きなのか自分でもよくわかんねえけど、一人で走り続けて積み重ねた技術にはプライドがあるんだ。何？外からだと？いない。どこだ、どこ行った。外はフェイント。フルブレーキングしながらラインを変えやがったのか。だけどこのまま並んで立ち上がれば二足全開の加速で前に出れる。GTR が負けた。走ることが楽しくなってきたな、だんだん。今夜もアキナ行こうぜ。うん。おお、あ、謝れって言うんなら謝ってやってもいいぜ。俺たちのルールでダウンヒルバトルに勝てたら地べたに両手ついてね。俺はやめないっすよ、池谷先輩。なんか死んねえけど、死んでもあいつにだけは負けたくないっすよ。なぜだ、なぜ曲がれる。いきなりでこなせるほどガムテープデスマッチは甘くねえ。ハンドルに頼らないで曲がった方が早い。関係ねえ、勝負は勝ちゃいいんだよ。どんな手を使ってでもな。てめえみたいなカスには絶対負けねえからな。ステアリングを使ってね。荷重移動だけで曲がってやがる。引き分けに持ち込んででも俺のメンツは保ってみせるぜ。バトルの結末はダブルクラッシュだ。勝ったんだ、匠が。あいつすげえな。
高橋涼介か。なあ匠さん、お前もしそんなすごい相手にバトルを挑まれたりしたらどうする？